はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、むくみを改善する方法ということで、女性のふくらはぎのむくみに関して紹介しようと思います。この動画をね、最後まで見てもらったらですね、足のむくみの改善をする方法がわかりますんで、必ず最後までご視聴ください。そしてですね、皆さんむくみの改善としてマッサージとか歩いたりとかストレッチとかいろいろね試されてると思うんですけども、もちろんね、歩くことがね、とてもむくみの改善にはいいです。歩くと言ってもですね、距離を歩きすぎても逆にふくらはぎが張って太くなったりむくんだりしますし、あとは体重が重い人がねいっぱい歩いてもふくらはぎは太くなります。でむくみもどんどんね悪化します。足をね、足首で歩いたり、太ももを上げずに足首で歩いちゃうとふくらはぎに負担が行き過ぎちゃうんで、逆にねふくらはぎがむくみやすくなっていきます。で今回紹介する方法は、歩くんですけどもふくらはぎの負担がねすごく軽い、家で簡単にできる方法ですんで、よかったら真似をしてみてください。ではいきます。ではですね、壁を使って歩いてむくみを改善します。ちょっと見にくいんですけども、壁にですねもたれます。で少し足前に出してもらって、これでね歩くだけです。なんでこれがいいかって言いますと、壁に持たれている分ふくらはぎの負担が軽くなるっていうことと、その場で動くので地面をね蹴らずにももを上げる感じでこれは歩いてますんで、ふくらはぎをね無駄に筋肉を使いすぎない、すごく適度にふくらはぎが使えるんで、これでこういう感じでね、まあ手はどこでもいいですけども歩いてもらったらですね、ふくらはぎはねすごいね楽になります。これで大体ね、まあ、暇があればやってもらって、むくんでるなと思ったらこういう感じで少しだけねふくらはぎを使ってもらえば、次の日ね足が楽になってますんで、こういう感じでやってみてください。まあおまけとしてはですね、この肘を壁について背中を少し浮かしたらですね、二の腕を使いながら足のむくみを取ることができます。二の腕は浮かしたままです。肘をつけて背中を浮かせて体重を後ろに乗せて、こういう感じで歩いてもらうと二の腕とむくみの改善できますんで、よかったら真似してみてください。お疲れでした。とっても簡単ですよね。今みたいに背もたれを使って足を上げ下げ歩くっていう感じでふくらはぎを適度に使ってみてください。ふくらはぎはですね、使いすぎると必ず太くなってむくんできます。でむくむ人っていうのはやはり塩分が多いっていう原因がねよくあるんですけども、やっぱりふくらはぎを使ってない人も塩分が少なくてもむくみますんで、で適度にね外を歩くとしても、外を歩く場合地面蹴って歩きますので、ふくらはぎの筋肉をね発達させて太くなる場合がかなりありますので、ふくらはぎをあんまり使わないように太ももをできるだけ歩いて、太ももを上げて歩いてもらえたらと思います。ふくらはぎのむくみの改善方法、壁を使って歩くでした。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、そしてコメントもください。説明欄にはね足痩せのブログ貼ってますんで、よかったら参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。